自分で言ってりゃ世話ねえな。それに別に日記でよくないか？日記なんて続いた試しがないわよ。っていうかあんたうるさい、ほっとけ。そっちこそ調子はどうなのよ。おお、まだあちこち穴はあるようだけど、なんつうか過去からずっと一続きで来てるような感じにはなったから、多分もう大丈夫だ。思い出すもどかしさみたいなのももうあまり感じなくなってきてるんだ。そう、よかった。お前には本当に世話になったな。ありがとな。別にそこまで言わなくたっていいわよ。ったく仕方ないわね。今日は機嫌がいいから特別に時間を割いてやろう。なんだよ。まだあちこち穴があるんでしょ。あまり時間ないけど埋め立てに付き合うのもやぶさかではないと言ってるの。Let's ask a few things. じゃあいろいろ聞いとくかな。何よその別にどっちでもいいような態度は。ぜひお願いします。最初からそう言えばいいのよ。Let's ask. Okay, this one and this one. 人に歴史あり。お、開き直ったな。Let's go with this and this. そう、それでね、激辛ソースとか売ってたから買ってみたんだけど、なんかドクロマークついてんのよね。食べても大丈夫なの？これ。いや、その手のは入り口から出口まで激痛で軽く死ねると思うぞ。あまり想像したくないわね。よし、これだけはみのりの目につかないところに隠しておこう。ああ、その方が身のためだ。Everything's about she was ridiculous, ridiculous, ridiculous. 嫌い嫌いも好きのうちってね。タイガ、念のため言っとくが、それ意味違うからな。うるさいわね。とにかく怖いもの好きなの、みのりは。リュウジ、ほんとつまんないことばっかり聞くのね。おお。悪かった。いいから、それだけ記憶も埋まってきたってことなんじゃないの？だといいんだけどな。よし、ご褒美だ。こいつをやろう。The fuck is that? なんだ？見覚えない？うちにあったのと同じなんだけど。あった気もするな。雑貨屋さんで一つだけポツンと売れ残ってたの。さすがに時期外れもいいとこだからすっごい安くなってて、私は結構気に入ってるのに、こいつは生き恥をさらしてるみたいで、なんか腹が立つというか悲しいというか、ならばいっそこの手でとどめを刺してやろうかと。とどめってな。粉々に砕いて、そうね、川にでもばらまいてやろうかしら。That's one way. それで買ったってのか？もったいない。言うと思った。だからほら、もらっとけば。そういうことなら遠慮なく。さてと、そろそろ行かなきゃ。なんだ、まだ帰らねえのか？まだ買い物あるから先帰って。おお、これありがとな。一生恩に来なさい。じゃなんだよ、一人でも結構大丈夫そうじゃねえか。いや、寂しくなんかねえぞ、絶対。Sure you're not. Fade to black. All right. Well, let's continue this way. Okay, well that was worthless. Wow, there's a lot of people here. Aha. Hello. Gotta talk to you first. Then we'll talk to all the people in front of our house. Ah, Jason. 昨日の今日じゃやっぱ気まずいぞ。なんで声かけたかな、俺。さすがに日が傾くと寒いね。もうちょっと厚着してくるんだったよ。お、そうだな。部活か？イエス！毎年4日が部活始めと決まってるんだ。今日もいい汗かいたぜ。ああ、じゃあ北村も来てたのか？ああ、うん。男子の方はうちらより早く上がってたから。多分もう帰ったんじゃないかな。そうか。なんでこんな普通なんだ。いや、考えてみたらずっと普通だったな、櫛枝は。おっと、もうこんな時間か。ああ、急いでたか。悪かったな、引き止めて。いや、全然いいんだぜ。今のは予想より時間が進んでたってだけの話なんだ。気にしないでくれ。おう。けど、会話中に時間を気にするってのは。That's your escape route. いや、実はさ、この後、タイガの家にお呼ばれしてるんだけど、その前にちょっとだけバイト入ってくれって頼まれてさ。Who likes to work that much? Really? クシエダがタイガの家に行くのは久々なんじゃないか？すっごく久しぶりなんだ、こんなこと。だから早く行きたいんだけど、その前にシフトの穴をどうしても埋めてこにゃならんのですよ。2時間くらい。At least a 2-hour shift。大変だな。ねえ、高須君。タイガはなんで急に私を家に呼んだりするんだと思う？ I mean, she just told us, so. わかんねえよ。Yeah, totally no idea。本当に？わかんない？何が言いたい？多分だけど、タイガがこんなことする理由って一番分かってほしいのは高須くんなんじゃないかと思う。だからね、高須くんにはさらにそのもう一つ奥にある大元の理由をちゃんと考えてほしいのさ。櫛枝は分かってんのかよ。見当はついてる。多分当たってる。だからそれを確認する、今夜。確認してどうするつもりだ？わかんないよ。わかんないけど、でも私は私の考えとか信じるところのものとかちゃんとぶつけてくるつもり。なんで櫛枝はそうなんだ。私、なんか変なこと言っちゃった？いや、変じゃない。そうじゃなくて、なんでそうまっすぐでいられるのかと思ってな。まっすぐかな。あ、気持ちいいくらいにな。やめてくれい。そんないいもんじゃないってばよ。確かにひどい話だよな、なかったことってのは。けど櫛枝はそれを貫き通すんだ。気まずさも乗り越えて気持ちいいくらいまっすぐに。さて、楽しいおしゃべりもそろそろお開きの時間となりました。進行は私、櫛枝みのり。お相手は俺じゃなくて、ちょっくら無茶ぶりだったかね。まあ気にしない、一休み一休み。Take a break, Jake. ではでは、アディオス、アミーゴ。なんでいきなり外国人？さよならだ。おお。それにしても、どこに行ったんだろうな、俺の恋心は。All right, let's talk to this mass of humanity over here.What's up, dudes? やあ、高須。今日は世話になるな。おお、なんだ。もう揃ってたのか。大先生に電話したら学校で部活終わったところだって言うからさ、高須ん家に直で集合するのがちょうど都合よかったってわけ。だいぶ待たせちまったか。いやそうでもない、ついさっき来たばっかりだ。でもさ、男3人がこんな何でもないところでたむろってるのはちょっとあれだったよね。どんだけ後ろめたい生活送ってるんだよ。意識しすぎだって。後ろめたいってあれ？ちょい悪ってやつ？ Nope。 頭の方はちょい悪どころじゃないってオチだな。相変わらずひでえよな。そりゃ俺は自分でもアホだと思うけどさ、学年主任にまでバカキング呼ばわりだったけどさ、けど悪いのは頭だけだぜ。 Wait, does Haruta grow up to become the actual King Moron from Persona 4? Shocking developments here. ああ、Harutaがおおむね善良な人格であることはクラスのみんなも認めるところだから安心していいと思うぞ。本当にやっぱ北村大先生見てるところが違うよな。同じメガネなのになんでのどっちはそう残念な感じなの。残念呼ばわりされる方がひどくないかなあ。っていうかこんなところでいつまでもアホな話してねえで、さっさとうち入ろうぜ。寒くないのかよ。まあそういうのは全然平気。やっぱバカは風邪ひかないみたい。よし北村、のと行こうぜ。ああそうしよう。俺そういえば初めてだよね。ちょっと待った待った。適当に座ってくれ。お邪魔します。へえ、さすが高須、綺麗にしてんね。だよね、俺の部屋とは大違いだ。高須家はいつ来ても塵一つ埃一つも見つからないんだ。さすがとしか言いようがない。まあ学校ですらあんな調子だからね。あんなってのは？ああそっか。高須は学校でもその高須帽だっけ、いつもロッカーに常備しててさ、暇さえあれば窓の桟とかきれいにしてんだよ。そんな高須の家だからな、この状態は至極当然といえば当然だな。無駄に持ち上げられるのもなんか気持ち悪いぞ。ああ、コートはそこのハンガー使ってくれ。すまんな。そういえば安子さんは？で、高須のおふくろさん？ああ、晩飯までには戻ると思うんだが。って、春田は何をしてるんだ？いやいや、ほら噂のタイガーの家ってどれかなと思ってさ、隣って話だよね。ってことはあれ、あの窓？まああれではあるが、あんまジロジロ見てるの気づかれたら間違いなく怒鳴り込んでくるぞ。そん時は逃げるから大丈夫。I don't think that'll help。そんな暇があればいいけどな。That too。いくらタイガーでも飛んでくるわけにはいかないっしょ。 Yes。 それが飛んでくるんだ。マジで？ああ、マジだ。気をつけるよ。ただいま。おお、そんな格好でどこ行ってたんだ。そこのクリーニング屋さんとあと大家さんとこですっごい話し込んじゃって。